ゆっくりしていってね。というわけで、第二次世界大戦で活躍した軍用機を紹介していくぜ。本日解説する軍用機はこちら。今回紹介するのは、イギリスのスーパーマリン社が開発したグリフォンスピットファイアだぜ。今回も視聴者様からリクエストをいただいたぜ。誠にありがとうございます。スピットファイアといえば、マーリンエンジンを搭載したタイプが有名だが、こちらはより強力なグリフォンエンジンが搭載されたものになっているぜ。スピットファイアの開発経緯は、シュナイダートロフィーレース時代まで遡る。スーパーマリン社の主任設計技師であったレジナルド・ジョゼフ・ミッチェルは、空気抵抗を減らすために非常に幽霊な流線型の機体を持った水蒸気 S シリーズを設計し、3回の優勝を成し遂げ、祖国にトロフィーの永久保持権をもたらした。こうした先進的な設計は、戦闘機にも応用できる部分が大きかった。その後、ミッチェルは1937年に癌により死去するが、彼の残した基本設計をもとに1935年1月にイギリス空軍に正式採用された。そして、1940年に始まったイギリス本土防空戦バトルオブブリテンにおいて、ホーカーハリケーンと共に5倍以上の数のドイツ空軍機から、イギリス本土を守り抜き、一躍救国の戦闘機と称えられた傑作機となった。スピットファイアを名戦闘機の座に押し上げた要因の一つは、傑作エンジンの誉れも高い液冷 V 型12気筒のロールスロイス社製マーリン系列のエンジンにある。最も初期型のスピットファイアマーク1は、マーリン2を搭載。同エンジンには1段1速下級機を搭載していたが、その出力は 1060HP 前後だった。しかし、1941年から生産されたマーク5にはマーリン40系や50系に換装され、出力が1185から1230HP へ向上。さらにマーク6のマーリン47では 1415HP までパワーアップしている。マーリン60系は2段2速式下級機となり1500馬力級にパワーアップすると同時に高高度性能も大幅に向上した。ところが、敵であるドイツ側もメッサーシュミット BF109 やホッケウルフ FW190 の性能を逐次向上させると、それに対抗すべくスピットファイアも性能向上を繰り返した。しかし、マーリンの出力向上の限界が、本気の性能向上の限界となるのは必然であった。だがこの点は当然ながら考慮されており、その解決策がロールスロイス社の新型液冷エンジンであった。ロールスロイス社のマーリンエンジンの後継が、同社の2000馬力級エンジンであるグリフォンエンジンである。同じ V 型12気筒ながら、マーリンの27000cc から37000cc と、大幅な排気量アップがなされていた。しかも、同じ2段2速下級機搭載型で比較すると、マーリンエンジンとグリフォンエンジンの両者はほとんど大きさが変わらず、それゆえにスピットファイアにも搭載可能であった。ただし、グリフォンエンジンの重量は 948kg あり、744kg だったマーリンより 200kg ほど増えたので、対策として大型垂直尾翼の採用により操縦性の向上と同時に機種のエンジンとの重量バランスを取った。大馬力のグリフォンエンジンのトルクは、マーリンエンジンに比べてかなり強烈で、それの対策も含めて垂直尾翼の面積が増やされていた。さらにグリフォンエンジンとマーリンエンジンのクランク回転方向は異なり、プロペラ回転トルクが反対方向になるため高性能だが操縦が難しいと言われていた。それでもエンジン出力が増加したことにより、ロールスロイスグリフォンを搭載したスピットファイアマーク12は、わずか8分で高度1万メートルに達することができ水平飛行で約640キロの速度に達した。マーリンエンジン搭載機に比べれば、速度と武装は向上したが、燃料消費が多く航続距離と搭載量に深刻な欠点を抱えていた。そのため、限定的な航続距離しか必要とされない本土防空戦闘機の役割として運用された。また、エンジンをマーリンからグリフォンに換装された最初の本格量産型がマーク4件であり、こちらは1944年に入ってから量産されたが、すでにドイツ空軍の衰退によりマーリンタイプのスピットファイアでも十分に対応可能であった。さらにイギリス空軍省の後押しで高性能のグリフォンタイプのスピットファイアの試作機も開発されたが、第二次大戦は終結してしまい、グリフォンタイプはわずか900機程度しか生産されなかった。といったところで、今日は終わりにするぜ。それでは本日のご視聴ありがとうございました。ここまでのご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録・高評価ボタンよろしくお願いします。